にちは、東洋ベベジのシェイフェ・ダグラスです。 Tasty Life Volume 3へようこそ。本日は弊社のシェイクスカフェラウンジの常連のお客様、タイマキ様に新商品を試していただきます。はい、はい、じゃあピーチティージャリーの作り方をご紹介いたします。材料のご紹介です。トラニー、グレープシロップ、16ミリ、パンプの場合、2プッシュ、ピーチジャリー、トラニーピーチシロップ、70ミリ、水、120ミリ、ヒタジェラテン、レボリューションスイーツジンジャーピーチティー、100ミリ、レモンシャーベット、グレープフルーツジュース、100ミリ、トラニーレモンシロップ、30ミリ、ミント、1枚、以上になります。こんにちは、シェイカーズ南垣です。本日はピーチティーゼリーの作り方をご紹介させていただきます。まずはゼリーの仕込みです。材料はこちら。ゼラチン半分、熱湯 120ml、 トラーニピーチシロップ 70ml、まずはゼラチンをバットに入れます。あと材料を入れるだけです。そして攪拌していきます。攪拌し終わりましたら、こちらのゼリーを冷蔵庫で1日冷やします。続きましてレモンシャーベットの仕込みです。材料です。トラーニレモンシロップ 30ml、 グレープフルーツジュース 100ml、 こちらを入れていきます。攪拌します。こちらは1日冷凍庫で冷やします。レボリューションスイートジンジャーピーチティーはアイスティーにしておきます。今回は 100ml ご用意しました。では仕上げていきましょう。まずトラーニグレープシロップは 16ml 2プッシュ入れます。次にピーチゼリーです。先ほど仕込んだピーチゼリーを入れていきます。この時なぜゼリーを先に入れるかといいますと、こちらの方がきれいに層になって見えるからです。氷を入れていきます。当店では約6個ほどですかね、入れます。そしてアイスティーです。そして先ほど仕込みましたレモンシャーベットを入れていきます。最後にミントで飾ります。出来上がります。じゃあ谷さん、はい、あの作り方面白かったですね。はい、
い、すごく手が込んでてびっくりしました。はい、あの飲み物はかなりあのグレーデーションが色が あるですね。はい、本当に3層ぐらいに分かれてますね。はい、じゃあちょっと飲んでいただけますか。はい、分かりました。これは混ぜた方がいいでしょうか。あ、多分ちょっと混ぜた方がいいかもしれない。下はシロップありますから、はい、ちょっと混ぜてみます。これぐらいでいいですかね。まあ、好きなことで、でも、はい、はい、それぐらいです。いただきます、はい、うん、うん、美味しいです。ゼリーがツルツルっと上に上がってきて爽やかに飲めます ね。これあのすごい夏のリフレッシュの飲み物と思います。はい、なんかあのゼリーとあとここにシャーベットがあるのでドリンクとしてじゃなくデザートとしてもいけそうですね。はい、また頼んでみたいなってすごく思います。ぜひあのこの店を聞いたらぜひ注文してください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれは Tasty Life の Volume 3でよろしくお願いします。